いよいよ衆議院が解散となりました。前回選挙から4年、この間私は経済・農林水産の党責任者として取り組むとともに、昨年は厚生労働副大臣として新型コロナウイルスのワクチン確保を推し進めることができました。現在ワクチン接種が進み、新型コロナウイルスの感染者は減少傾向にありますが、まだまだ不安を抱えておられる方が多いのが現状です。だからこそ小さな声に耳を傾け、感染が収束するまで責任を持って取り組む、そして日本経済の回復、さらにはこの地域を支える農林水産業を守り抜く、そう決意をしております。前回は辛くも513票差での勝利でした。今回はご支援をいただいている皆様の思いにお応えすべく、私自身が先頭に立って戦い抜き、断じて勝利をしてまいります。どうか皆様、私稲津久氏にこの地域のために働かせてください。皆様の力強いご支援を心からお願いを申し上げます。